でしょう。多いな。なる。後ろが多いな。ただいまから知事定例記者会見を始めます。なお、知事公務の公務日程の都合により、本日の記者会見は正午までとさせていただきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。本日、知事からの発表項目はございません。以降の進行を幹事社さんにお願いいたします。じゃあ、幹事社の宮城テレビです。はい、お願いいたします。幹事社からは2件質問をさせていただきます。はい、1点目が宿泊税についてです。先週もお聞きしてましたが、先週19日の金曜日には県議会、市議会での常任会での、免税の対象に関する意見ですとか、導入について、話していく意見でした、だったりとか、いろいろ意見があったんですけど、こちらについての受け止めというところを教えてください。それとあとは、やはり、県と仙台市の税額についても、常任会の中でもありましたが、はい、こちらについて先週もお聞きしたんですが、改めて、現状の考え方、どのように変化があったか、今どのように考えているかというところを改めてお聞きできればと思います。はい、県議会、そして仙台市議会の皆さんは、旅館業、宿泊業の方たちとのお付き合いが、いろいろあろうかと思いますので、そうした皆さんの声を受け止めて、それぞれの委員会で、ご発言をなさっているものだというふうに思います。まさに、事業者の声でございますので、しっかりと受け止めなければならないというふうに思っております。税額についてはですね、現在、仙台市と細かい調整をしているところでございますので、今の段階で、このような形、このような考え に至ったというようなことは、私は控えたいというふうに思います。ただ、今日の朝も打ち合わせしたんですけども、職員には、丁寧に、しっかりと意見を拾い上げていただきたいという指示をいたしました。6月議会、仙台市と調整をして、もしなかなかまとまらないということであればですね、9月議会、12月、11月議会ということがあってもいいのではないかと、あって、仙台市と調整が中途半端な形にならないようにしてほしいという指示は出しました。ありがとうございます。こちらについて、他質問、関連して質問ありますでしょうか。はい、すいません、日経新聞の佐藤と申します。はい、宿泊税なんですけど、具体的に導入されたら、Wi-Fi の整備とか、観光資源どのようにその財源を活用するべきだとお考えでしょうか。はい、私は宮城県はですね、仙台はちょっとわからないんですけども、宮城県は少なくとも、観光事業にあったいというふうに思ってございます。その中にはですね、宿泊場所のそういったインフラ整備、大きなものではないですけれども、そういった Wi-Fi の整備といったようなものもですね、考えていかなければならないのではないかというふうに思っております。いずれにしても、機械に出すときにはですね、ある程度、こういうものに使いたいですと、細かくは無理ですけれども、項目立てをして、その上で 提案をしないというふうに思っています。そういったようなものの作成についても、今、鋭意やっているところであります。ご質問いかがでしょうか。はい、隣、どんどん左にも。はい、確認ですけれども、今、手がかりについては調整中ということですが、一応、先週の考えでは、同じでいいんじゃないかという発言もされてましたが、結構、県議会、常任議会でも、その300円か500円かという議論がですね、発言で出ていたので、今の考えは変わってないかということも含めて、ご発言いただいて、はい、当然、仙台市と仙台市から一歩、隔てたときに通るので、税額が違うということであればですね、非常にお客さんは困りますので、なるべくならば、統一の中でした方がいいと思いますが、今後、調整していく中でですね、どのようになるか、まだ分からないということであります。はい、他ご質問いかがでしょうか。では、
よろしければ次の質問に行かせていただきます。はい、こちらもちょっと先週もしていたお話なんですけど、国民スポーツ大会の見直しについてなんですが、先週の会見で、以降で、金曜日に、会合会議があったりとかで、アンケートの回収状況や、各地の知事の発言などについて、その後、先週の知事会見以降で、知事の方に入った情報としての受け止めについてお聞かせください。で、あと、合わせて日本スポーツ協会でも検討を出すということが、になったということなんですけど、それも踏まえて今後どのようにこちら進めていくか、こちらについても改めてお考えを教えてください。はい。先週、東京で記者会見をやりましたけれども、それ以降、特に変化はございません。知事会のアンケートもまだ2件提出していなかったので、まだ全部取りまとめが終わったわけではないということです。ただ、45の都道府県から出てきたものを見るとですね、やはり、さすがに、廃止というような意見はありません、ございませんが、大幅に見直してほしいという意見が方向性としては出ているというふうに思いました。今後は47都道府県のアンケート結果が出ましたならばですね、担当の知事、国民運動本部の長野県の安倍知事長、スポーツ常任委員会の愛知県の大村知事さん、それで私、そして知事会事務局で、提案の課題会を作った上で、日本スポーツ協会と、いろいろ協議をするということになっているというふうに思います。で、今後、日本スポーツ協会でも検討部会を設置するけれども、するらしいが、今後どのように進めていくのかということですが、これは主導権は今でも日本スポーツ協会にございますから、私の方でこう進めるというようなことを申し上げるつもりではございません。日本スポーツ協会に、この時期までに出してくれと言われましたならば、それまでに、我々の意見を取りまとめて提出をするということになります。また検討部会、これマスコミ報道からしか聞いてませんけれども、検討部会に知事会も代表を入れるということであるようで、それに報道ありました。その場合はどなたかが参加をする、私になるかもしれませんけれども、どなたかが参加をして、知事会の誰かが参加をして、意見を発信をしていくと、述べていくということになります。ありがとうございます。こちらについて質問ありますでしょうか。はい、どうぞ。朝日新聞福留です。よろしくお願いします。今のお話で廃止っていう意見は知事会じゃなくて私は廃止するのも一つの考え方でしたけど、何が何でも廃止というつもりはなかったんですね。廃止というのも一つの選択肢と言います。一つの選択肢っていう意見もその45都道府県の中では、廃止までなったのはなかったかもしれません。ちょっと詳細は私全部見てませんので、ちょっとよくわかりません。ちょっとごめんなさい、もしかしたら間違ってるかもしれないので、それとも宮城県は廃止してもいいのではないかという意見を持ったということですね。ちなみに提出がまだ2件というのはあまり言うとまたそこに集中するので控えたいと思います。もう出てるかもしれません。もうすでに出てるかもしれません。先週の打ち合わせした段階では出てなかったということです。ちなみにその知事会で代表に出るっていう場合は、村井知事自身が出たいとか、そういう要望はあるんですか。それは決めてませんけれども、いずれにせよ私かその国民運動本部の本部長か、スポーツ協議会の委員長か、あるいはその3人で話し合って、この人がいいのではないかというとその人になっているんですけれども、おそらく3人の中で、出れる人、出れない人が参加するということになるんじゃないかなというふうに思います。ただその前に日本スポーツ協会から知事会の代表誰か出してくれというような話が正式に言っているかどうか私確認取っておりませんので、もしそういうお話があればということにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、遠藤先生、日本スポーツ協会の会長の遠藤会長、山形県の代議士ですけども、
遠藤代議士、遠藤会長は非常に我々の意見をしっかり聞きたいというお考えを持っているそうでありますので、大変感謝しているところであります。他ご質問いかがでしょうか。はい、杉山さん、手挙げました。各種本席がです。はい、各種本席がです。はい、まあ、先週までは知事会の意見を一本化することは難しいんじゃないかと、いろんな意見があるよというふうに出すつもりだというようなお考えでしたけれども、まあ、知事会の意見を一本化するという方向性をつけるというふうに話が変わりました。いろんな意見が出るだろうという想定で一本化は難しいんじゃないかというお話だったんだと思いますけれども、結果として一本化というか、その方向づけをするということになったというのを背景をまた一つ教えていただけますか。一本化というのが全員が賛成して一つの意見にまとめるということではありませんで、大体総論としてはこういう形になりました。その上で、A という意見や B という意見や C という意見もございましたというような形で、大体いつも知事会の取りまとめにそういう形になるんですよ。みんな一本化されるものもあるんですよ。ただそうでなくて結構意見が割れるようなもの、例えば大都市と、それ以外の都市と都道府県とですね、大きく当たり前ですけど、政策面で当然我々は地方重視、大都市はいやそういうわけにはいかないということで意見を割れたりしますので、そういった時には、大きな意見を書いた上 で、こういった意見も、ありましたと並列で、書くこともよくあるので、そういう形の取りまとめにどうしてもなるんではないかなというふうに思います。アンケートも細かく、愛知県さんが非常に細かくですね、いろんなことを聞いてましたので、ほぼ皆さんがさそうだという意見もあればですね、半分に割れるものもあったりしてましたので、結構取りまとめは苦労するかと思うんですが、日本スポーツ協会にアンケート結果をどうぞ出すだけではですね、右から左までいろんな意見がありますということになって、日本スポーツ協会は非常にお困りだと思いますが、ある程度の方向性で皆さんこれで大体いいでしょうかねと、全員賛成でなくてもですね、本音で賛成できるような形にして、提出できればなというふうに思っています。今後どうなるかまだわからないです。ちょっと先週の段階で知事が想定していたよりも、各知事からの、他の県の知事からの、国体に対する、国スポに対する考え方というのは、共通項が当初お考えになったよりも多かったということですか。そうですね、意見が割れたものもありましたね。はい、ありました。先ほどスポーツ協会の方に、代表としてどなたかが入る可能性があるというようなお話がありましたけれども、そこに知事が仮に入られるとすると、先ほど廃止の選択肢というような意見を言ってたのは宮城だけだと、ある意味村井知事が一番とんがっている意見を出されたんだと思うんですけれども、代表に入った時には、その最大公約数的なのを主張するということになるわけですよね。そうなんです、はい、知事会の取りまとめた考え方に基づいて発言したということですね。ありがとうございます。はい、ご質問いかがでしょうか。はい、どうぞ。顔進歩の話ですけど、アンケートの関係でお話したかったんですけど、やっぱりそのスポーツ団体なんかはまだ一部というか、その国際必要じゃないかっていう意見もあると思うんですけども、その辺の意見をどう反映するかとかっていうのは心配ながらでも考えてたんでしょうか。はい、そういった窓口が国民運動本部なんですね。いろんな、いろんな予定からするための組織が国民運動本部で、私が、国民運動本部の本部長の初代になったわけですけれども、その辺もどうすればいいかということは、よく調整をさせていただきたいというふうに思います。ただ一つ一つのスポーツ団体に引き合いをするというのはちょっと物理的に難しいというふうに思いますので、基本的には日本スポーツ協会がスポーツ団体の窓口になってますから、そちらの方のヒアリングなどは日本スポーツ協会が当然されるものというふうに思いますが、必要であるということであればですね、そういったようなことも考えるかもしれません。まだ分かりません。まだどのような形でアプローチしていくのかということを決めているわけではないということですね。
国体の費用というのは、まあ、以前から2001年との宮城国体の相当な金額がかかっていて、まあ、その施設の維持というのも大変だというのがあるんですけども、まあ、そういう意見がある中で今回本当にこの一気にこう盛り上がって話が、まあ、進んだというか、なんかこれなんでこの事件がそうなったと知事は考えますか。それはもう私の何気ない一言に皆さんが噛みついたら食いついたらということじゃないでしょうか。それはもう狙い通りというか、いや狙ってないです本当に狙ってないですよ。今年度の何だっけ、取り組み、今年度の重い取り組みについて、コメントした中でちょろっと喋ってしまった喋ったことが皆さんにヒットしてしたということなんですけどね。ただこの問題はいわゆるびっくりしたんですけども、国民の皆さんも県民も冗談抜きに非常に関心が高いなと思いました。いろんなところで、いいんじゃないかという方もおられたり、あるいはスポーツ関係者の方から急にっていうような声もありました。非常に関心の高い問題なんだなということはよく分かりましたので、この問題を知事会として大きく取り上げたことについては間違っていなかったのではないかなというふうに思います。なんか不満そうだね。ご質問いかがでしょうか。ちょっと私から。はい、どうぞ。いいですよ。はい、先週、今後の進め方のところで、7月の全国知事会でにまで間に合えば、ここでお話するのがいいのではというか、お話もあったと思うんですけど、そこは変わってないですか。はい、私が言いたいのは、日本スポーツ協会がいつまでに、知事会としての考え方を示してほしいというかなんです。で、これが秋口までにということであれば、当然7月の全国知事会議は、これは一つのテーマになると、議論のテーマにはなるというふうに思います。そうすると、その逆算しだしまして、夏の知事会の、今回福井であるんですけども、その前に、取りまとめをして、大体案文を作らなきゃいけないというふうになってくると思います。で、もっと早く、例えば6月までに、6月までに持ってこいということであればですね、こう急ピッチで取りまとめて、オンラインででも会議をしてつけるということになりますので、夏の知事会議に、諮るかどうかについては、これはもう日本スポーツ協会がいついつに出してくれと、しっかりかかっているということです。ありがとうございます。はい、他にこの関連のご質問ありますでしょうか。なければ、幹事からの質問は以上です。はい、ありがとうございました。その他の案件で質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。これでご質問をお願いします。昨日、名取の方で本部員の説明会を行われました。知事として説明会どのようにご報告を受けてて、本部員の説明会がどのような、結果になったと受け止めていらっしゃるかお願いします。はい、賛成の意見が、多かったようですけれども、中には反対の意見もあったということ、それから精神医療センターについてもですね、昨日は日赤とがんセンターの件が中心だったんで、まだ労災さんと精神医療センターの件は基本合意も至っておりませんので、基本的に説明を しないということで、持っていったわけですが、この精神医療センターと労災のことについても、意見が出たというふうに受けております。これも賛否あったということであります。また近いうちに、東北工業大学の場所を借りてですね、八木山地域の皆さんに説明会を行います。できる限り、しっかりと分かりやすく説明できるように努めてまいりたいと思います。日赤さんが、一緒に参加をしてくださってますので、病院のことについては詳しい患者さんに関するようなことについては日赤さんに説明していただけるようになりましたので、そういう意味では非常に、説明がしやすくなったのではないかなと思っています。今後最後ちょっと言っていただいたんですが、今後の説明会の進め方として、
まあ、名取、富谷、富谷、まあ、各所あるわけですけど、青葉区、大白、名取、富谷とあるわけですけども、来週の大白区が終わった後っていうのは、どのように必要性を考えて、ここでやる、ここでやるっていうのを決めていかれるというご判断になるんでしょうか。はい。まあ、ほぼ、あれ、オンラインでもやってるんですか。昨日は同時チェックやってなかったんですけど、はい、いずれこれはオンラインとかオープンするのかな、いたします。あとやり取りのポイントなんかもそうですね、ホームページで公開いたします。はい、ホームページでも公開するということです。 ですから、まあ、同じような説明を、まあ、何回も何回もやっても、まあ、ごしなんかのほぼ同じようなメンバーってことになってしまいますから、結節ごとですね、次の大きな展開、新たな展開、具体もさらに具体的になるというようなことになればですね、開催するかと思いますけれども、まあ、同じような内容で、この先大きな進展がない中 で、 です、ね、繰り返しやるというようなことは、まあ、あまり考えてはいないんですけれども、まあ、これも皆さんがもっとやってくれということであれば、まあ、やることはやる中ではありませんけれども、まあ、必要に応じてという言い方になろうかと思います。その後ナトリのところで話をしますと、まあ、もちろん市民や県民の方からもう一回ナトリでやってくれという声があれば考えることだとは思うんですけど、基本的にはそうなると精神医療センターと労災病院の基本合意がした後、そういう大きな動きが出た後の次回の説明会になるというのは、その可能性もありますよね。まだ分かりません。はい、分かりました。はい、なるべく職員も柔軟にやりたいというふうに思っております。この件に関しましては他にございますでしょうか。なければその他の案件でございますでしょうか。藤川さん、どうぞ。青木出版関係です。がん対策推進条例について県議会で策定の動きが今年度本格化して、まあ、来年の2月議会に認定案したいということで今検討が進んでますけれども、はい、全国で見るとかなり賃上げが後発で、まあ、東北でも一番最後ということです。ただ例えば福島県なんかは知事提案で出している条例なので、まあ、都議会当局双方で必要性は共有できる条例なのかなというふうに思いますけれども、まあ、議会主導で作っている条例ではありますが、知事としてこの議会、がん対策推進条例に盛り込んでほしい視点とかですね、そういったものがあればお聞かせください。はい、まず議会の方でですね、がん対策推進条例というテーマのものを制定するということでご検討いただいておりますので、それに執行が割って入るといったようなことは控えたいというふうに思っています。まずは、県議会の検討推移を見守りたいというふうになっています。まあ、その上で県議会の方から執行で、考えなさいというふうなお話があればですね、その時に受け止めて考えることもあるというふうに思いますが、現時点においては、県議会の推移を見守るということになります。で、まあ、こういったものをということでありますけれども、まずは何と言いましても癌の死亡率が非常に高い、癌の県全体のがん医療の水準が確保できるようにするための条例ということになればと思いますので、そういったようなものをしっかり明文化をしていただければというふうに思っております。まあ、これは議会がなると言っているものですから、ですからあれを入れる、これを入れるというのもちょっと控えた方がいいかなというふうに思います。はい、はい、この件に関しまして他にございますでしょうか。はい、それでは時間の都合もございますので、次の質問を最後にさせていただきたいと思います。その他の案件でございますでしょうか。今日はチクチクと電話しなきゃいけなくて出られました。はい、それでは以上で知事定例記者会見を終了させていただきます。
次回の定例会見は5月7日火曜日11時30分からを予定しております。皆様お疲れ様でございました。ありがとうございました。